こんにちは、ドキンちゃんです。今日は言葉で遊ぼう、文字合わせカードで遊んでみるよ。どんな遊び方ができるのかな。あれ、カードがいっぱいあるね。なんだろう、みんなはひらがな読めるかな。ドキンちゃん、ちょっと読んでみるね。なんか変だね。めがくりんきすやくろあほんすまてぶずそめ。みんなはどういうふうにすればいいかわかるかな。あ、ドキンちゃんこれ知ってる。てぶは手袋だよね。袋はどこにあるのかな。あ、あった。て手袋ができたよ。今度はどうしたらいいかな。そう、これは何の絵なんだろう。そう、そりかな。りはどこにあると思う。男の子と女の子がソリに乗って雪の上を滑ってるんだね。楽しそうだね。今度は何だろう。ま、山に見えるけど矢がないね。矢はどこにあるんだろう。あ、見つけた。矢、ま、小さい山と大きい山があるんだね。あ、今度はお寿司だ。いいな。ドキンちゃんお寿司好きなんだ。す、す、し、しはどこにあるかな。みんな、市がどこにあるかわかるかな。あ、見つけた。すし、おいしそう。なんだろうこれ。マグロと卵とイクラのお寿司かな。ぜんぶ大好きなんだ。だんだん揃ってきたね。今度はどれにしようかな。今度は上の方やってみようかな。え、椅子じゃない。いい、すーはどこにあるんだろう。すー、あ、見つけた。いい、す、木でできた椅子だったんだね。あ、雨かな。目はどこにあるのかな。あ、見つけた。あ、目、雲から雨がいっぱい降ってるね。
はどれにしようかな。あ、かわいいリスちゃんの絵がある。でも、リしかないな。巣はどこにあるのかな。あ、見つけた。リス、かわいいリスちゃんが揃ったよ。どんぐりを持ってるんだね。リスちゃんはどんぐりが大好きなんだよね。あとは何だろう。これって金じゃない？でも大きいってなっててなんだか変だね。並べ替えてみようか。あ、金ができた。ピカピカしてて綺麗だね。みんなは金って知ってる？みんなはなんだかわかるかな。あ、ドキンちゃんわかった。メガホンじゃない？見つけた。メガホン。男の子がメガホンで大きい声を出してるのかな。小さい声を大きく聞こえるさせることができるんだよね。次はどうしよう。あ、く、なんだろうこれ。カエルちゃんの T シャツかな。服だと思うけど、服はどこにあるんだろう。あ、見つけた。オレンジの洋服と水色のカエルちゃんのお洋服、かわいいね。あ、あと残り4枚になったよ。みんなはなんだかわかるかな。地図かな。あ、図、見つけた。地図。みんな地図って知ってる？あ、コンパスもある。地図揃いました。いよいよ最後の一つだね。なんだろうこれ。ビールだとビールっていう飲み物もあるけど、でもなんだか絵が合わないよね。どういう風にすればいいんだろう。ちょっと並び替えてみようか。ルビーだ。綺麗だな。赤い宝石なんだよね。ピカピカして